東カリブドルは、東カリブ諸国機構の東カリブ通貨同盟で、発行され、カリブ海の8つの国家と地域で使用されている通貨。ISO4217 通貨コードは、XCD である。1976年7月7日より、アメリカが収穫ドルにペックしており、カワセレートは1米ドルイコール2.70等、カリブドル英語名が、 イーストカリビアンドルなのでしばしばイーシードルとも呼ばれる。使用地域のうちアンティグアバーブルダ、ドミニカ国、グレナダ、セントクリストファーネービス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島の6つは独立国であり、残りのアンギラとモントセラとはイギリスの海外領土である。前身は1949年に 英量西インド諸島で発行された西インド諸島ドルであり、1958年に成立した西インド連邦においても公定通貨とされていた。ただし、領域内での通貨の統一はなされず、西インド連邦解散後は名称が東カリブドルに変更されていた。東カリブドルはセントクリストファーネービスにある東カリブ中央銀行で発行される。 1983年7月5日に、ポートオブスペインで調印された条約に基づき、既存の東カリブ通貨機関の後継として、この銀行は設立された。2019年に発行された現行紙幣は、縦長のデザインのポリマー紙幣となっている。ありがとうございます。